車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、ツッチーパフォーマンスです。今回はボンドボディから進捗をいろいろお届けしたいと思います。まずこちら、これ今までご紹介してないんですけれども、ウラーテンからご入庫の992でございます。こちらなんとですね、ドイツのチューナー、最近僕ソロでご紹介させていただきました、テックアートの外装パーツ組み込み予定でございます。まだあんまり作業の方は進んでないんですけども、これもあのタイミングが合えば進捗をお届けしたいと思います。あとは引き続きいろんな作業をやってますんでお届けしたいと思います。さあ、まず紹介するのはこちら、オールペンして800馬力になってワイドスターになるこちらでございます。まあ、前回と見た目的なものはあんまり変わってないんですけれども、タービンの方がドイツに送ったものが返ってきたので、もう組み込みもうほぼほぼ完了でございます。間もなく多分配管類も全部つながって、まあ、テスト始動ができるんじゃなかろうかと思います。というわけで、もうサブコンとは一味違うリアル800馬力になりますんで、この辺はまた進捗お届けしたいと思います。であとはオールペン大体済んでるんで、まあ、各部組み込みが今始まっております。今ちょうど窓枠モールなんかをつけたりとかして、これから月内かけてしっかり組み込んでいく感じですね。まだまだ進捗率で言ったらどんぐらいですか？ 40% ぐらい？ 30% ぐらいってことなんで、まだ道のりは長いですけども、これも引き続きお届けしたいと思います。続いてご紹介するのはこちら、前回お届けした名古屋店からの入庫の991でございます。もうエアロの組み込み、これに関しては完成した時に詳しくお届けしますんで、詳しくは今回ご紹介しないんですけども、エアロの組み込みが終わって、各部プロテクションの今施工しております。というわけで全部貼ってあるのかな、バンパーフェンダーなんかはもう施工済みで、後ろに関しては今施工ナウということでちょうど貼ってる状態なんですけど、見てみましょう。というわけで今貼るフィルムがこれです。車の形にもうプロッターで切って、これを合わせて、だからちょっとどこまで伝わってるか分かんないですけど、台紙にこのプロテクションが貼って、こうダクトのとことか全部抜けてる感じですね。で車側も今準備してるんで、こんな感じで全部ダスト類を落として、これから張り込み作業に入るみたいです。これに関してはもう間もなく完成っていう感じですね。そしてこちら、以前ご紹介はしてないんですけれども、新しくご入庫いただいた GT3RS でございます。こちらプロテクションの施工と、あと定番のナンバー1下げ作業をします。でやっぱり GT3 って結構こう造形的にも傷つきやすいんで、まあ、各部貼る、そして純正でも貼ってあるんですけど、やっぱり面積が狭いんで、まあ、その辺アレンジしてもっとより守れるような施工をしてあります。でこれも貼ってあるんですけど、この辺なんかが多分あと処理して綺麗に貼り込まれていく感じになると思います。でおかげさまでプロテクション本当にたくさんご入庫いただいております。でもちろんその貼る面積とかで予算等々組めますんで、ぜひお気軽にご相談ください。さあ、続いて紹介するのはこちら、つい先日名古屋店から入庫でご紹介した裏缶エボでございます。とんでもない仕様になっております。これ紹介するのめちゃくちゃ楽しみです。でこっち側では全部ドアなんかも外して施工してますんで、こんな感じでもう開けてもわからない、ちょっとめくってもわからないぐらいしっかり施工されております。なのでプロテクションももちろんそうなんですけど、ラッピングだったり、あとカラープロテクションなんかもお気軽にご相談ください。
さあというわけで今回は各社進捗をお届けいたしました、まあ、カスタマイズの相談はもちろんそうなんですけれども、まあ、自己修理だったりとか、まあ、そういったものもお気軽にボンドボディもしくはボンド各店までお問い合わせください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。